日本北海道ルモイ市長ルモイ市長者ルモイ市長は、かつて北海道に存在した市長の一つ。市長名は、手塩クルモイ郡に由来する。市長所在地は、ルモイ市。2010年4月1日、ルモイ振興局に改組。道内における、ルモイ市長の一位置以下は、ルモイ市を中心とする、都市雇用権の変遷である。一般的な都市権の定義については、都市権を参照のこと。 ルモイ市町の自治体1、ルモイ市、2、マシケ町、3、小平町、4、戸間前町、5、羽幌町、6、諸山別村、7、延別町、8、手塩町、9、掘延町全域が、手塩国の領域に属する。南部のルモイ市、マシケ町、小平町以外は、落農と漁業が、主産業で、小平町は、稲作農業、マシケ町は、 家獣育成や漁業に強い。ルモイ市の数の子輸入量と加工工は全国シェアの80%以上を占めたこともある。タラコの国内輸入と加工も全国シェアの60%以上を占めていた。19世紀は小平町、戸前町を中心に二芯量が活況を呈した。1910から1950年代までは、弟子町、掘延町、羽幌町、戸前町、 小平町などで林業が盛んであった。手塩港は手塩川を通じて、手塩国内陸部からの木材輸出、ルモイ港、ハボロ港は鉄道を利用しての輸出を盛んに行っていた。1930から1970年代までは、ハボロ町、小平町、ホロノベ町、ルモイ市で炭鉱町が形成され、炭鉱鉄道が館内に縦横無尽に張り巡されていた。 現在はそれらすべてが衰退し、新たな産業が生み出されることもなかったため、各自治体とも昭和22年頃と比較して人口の流出が顕著であり、全市町村が過疎地域に指定されている。ありがとうございます。